はい、皆さんこんにちは、村長です。今日の話題は、すべての週末ミュージシャンの方とかにもとってもお役に立てるような情報です。別に今日分かったわけではないですけれども、皆さんはコード譜や歌詞サイトで今も浜崎あゆみさんのワンラブという歌詞がここに出ていますけれども、この歌詞を昔は歌詞をなぞるとコピーができて、そしてそれをワープロとかで編集したりしながらコード譜に仕上げるとか、そういうことができましたが、今から10年ぐらい前でしょうか、著作権協会のジャスラックの方から全てのこういう歌詞サイトに対して申し合わせがありまして、歌詞を載せるときはコピーをできるようにしてはいけないということになっています。でも個人で使うことということが前提ではありますけれども、ライブの時に歌詞をもう少し大きく、そしてコードも書き込めるようなワープロで編集をしたい、そういう方はたくさんおられると思いますが、皆さんは一生懸命ワープロでもう一度打ち込んでる方もおられると思います。でもスクリーンショットを撮って、それを OCR というソフトに持っていくと、このテキストをもう打つことはなく 1,2 分の処理でワープロソフトに持っていけたりするようなことができます。その方法を今日は解説したいと思います。まずスクリーンショットというのはパソコンの基本機能でどれでも撮れるようになっていますが、全体になってしまったりということで、無料のスクリーンショットのソフトを入れたりするのが一番便利だと思います。僕はそういう意味ではこのライトスクリーンというソフトを使っています。完全無料です。これは英語のサイトなので、どうしてもよくわからないという方はここに日本のベクターというフリーソフトとかがたくさん掲載されている、そういうサイトがありますので、そこでこのライトスクリーンというのを検索して出していただいたら出てきます。また概要欄にも貼っておきますが、そこからダウンロードしてインストールします。そうすると設定とかができますので、僕の場合はスクリーンショットを部分的に撮ってファイルに保存するのはコントロールとオルトとを押しながらファンクションキーの9番を押すような、そういう設定にしています。例えば今やってみます。画面を撮るときにコントロールオルト F9 を押すと、こんな十字のマークが出てきますので、欲しい部分をこのように囲みます。そしてチェックマークをすると、それがファイルに書き込まれます。そのファイルの場所というのをコントロールオルト F10 というのをこれも設定していまして、それをするとこのようにスクリーンショットがその部分だけ撮れるようになっています。じゃあそれでこの浜崎あゆみさんのワンラブを撮ってみます。そういう風に撮るときは、なるべくこの文字が画面いっぱいに大きく広がっている方がいいです。 Google Chrome をお使いの方はコントロールと点キーのプラスキーを押すとこのように拡大できますし、コントロールとマイナスキーを押すとこのように縮小できます。なるべく大きく、ちょうどこのぐらいにしておきたいと思います。そこでコントロールオルト F9 を押しまして、歌詞の部分をこのようにスクリーンショットを撮ります。ここに示すように今スクリーンショットが撮れました。少しこれは横に置いておきます。ここからが本題です。無料のオンラインでできる OCR のソフトがあります。このサイトのトップ画面ではこのようにファイルから
OCR をするのか、もしくは一部分だけ PDF の場合はこのようにするのか、今日は PDF の話題とは違いますので、画像の場合は部分的にやりたいときはこちらの方を選びます。今回は全体をしたいので一番左上のところをクリックします。そしたらこういうふうにファイル選択という画面が出てきました。ファイル選択というのを選びまして、今スクリーンショットを撮ったホルダーを探します。僕の場合はこのスクリーンというところに入っていまして、日付の順番でやっていますので、一番上のファイルがそこになります。そしてそれを見つけられたら開くで開きます。しばらくするとこの画面の右の方に図形が出てきます。歌詞の図形ですね。これが出てきましたら、ここにオレンジの画像 OCR というボタンがありますので、それを押します。はい、そうするとこのように歌詞がテキストになりまして、ここでこのようになぞるとコピーと貼り付けができるようになります。コピーをします。ここでワードであったりメモ帳であったり、自分の得意なワープロソフトを立ち上げればいいと思います。僕の場合はこれもワードとよく似たソフトをフリーで持っておりまして、オープンオフィスというソフトのライターというソフト、これがワープロソフト、いわゆるワードみたいなソフトウェアです。これを起動しますとこのような画面になりますので、これに貼り付けをすればいいことになります。あとはここから開業をして、そしてコードを入れるなり、もしくは文字を大きくしたり小さくしたり、今12ポイントという大きさになっていますけれども、もう少し大きい方がいい方はこのように文字を大きめにすればいいと思います。1ページで収めたいのか2ページでやりたいのか、それにもよりますが、このようにしてどうしてもコピーのできない歌詞サイトなどから文字を取ってくる方法です。冒頭にも言いましたように、この歌詞というのは個人が楽しむ以外著作権の対象になりますので、 SNS にアップしたり、それを自分のホームページに掲載したりということは禁じられていますので、そこは気をつけてください。今までいちいち文字を打っていた方は、このやり方をぜひとも覚えていただいて、概要欄にいろいろ貼ってあるサイトを見ながら、もう一度この動画も見直していただいたりしながらチャレンジしてみてください。ご清聴ありがとうございました。村長でした。